あらゆる失敗は成功に向かう第一歩である。こんにちは、みほです。今日は表参道でランチを食べました。初めて行ったお店なんですけれども、ちょっとおしゃれすぎて緊張しました。食後には杏仁豆腐を食べました。とっても濃厚で美味しかったです。ランチを食べ終えた後、自宅に帰ろうと思って駅に向かって歩いていたら、帽子屋さんがあって、そこでターバンを買いました。ターバンもいろんな種類があって、似合うか似合わないか試着してみないと不安で、6個くらい試着をしてこちらにしました。とっても使いやすいので、これからバンバン使っていこうと思います。そして家に帰ろうと、駅のホームに着いたところで事務所からメールが来て、プレゼントでコーヒーが届いたので、時間のある時に取りに来てくださいって書いてありました。ちょうど帰りの駅が事務所から近かったもんですから、歩いて事務所に向かいました。ナイスタイミングでした。そして今入れているコーヒーがいただいたコーヒーです。なんと水出しコーヒーにもできるということで、普段ホットコーヒーで飲むことが多いんですけれども、水出しコーヒーを飲みたくなって今作っています。 300ml の水の中にこのコーヒーの入ったパックを1つ入れ、常温で8時間から12時間置いて出来上がりと書いてありました。出来上がったら冷蔵庫で冷やして飲もうと思います。楽しみです。そしてこちら、おしゃれなコーヒーのパッケージをファイリングしているんですけれども、そのファイルにもちろん入れておこうと思いました。じゃあ今日はこの辺で、バイバイ。